吉田さん、おはようございます。まあ、情報泥棒っていうテーマでね、今回お届けしようかと思います。8年前ですけども、こんな事件があったんですよ。まあ、ある人が情報商材を販売してました。ある麻雀店の変なやつがその情報商材を騙されて買いました。で、買ったやつが何をしたかっていうとね、言われたことをそのまんまやったんですよ。そのまんまやるだけじゃなくて、言われたことをそのまんま他の人に言ったんですよ。それこそ一言一句狂わないぐらいの精度でやり続けたんですよ。3年後1億円稼いでたんですよ、これで。でも世の中ってこういうことは溢れてません？例えば小学校中学校でテストに出るぞって言われたことをそのままテストで書いたらね、100点なんですよ。受験に出るぞって言ったことを受験に書いたらそのまま100点なんですよ、合格なんですよね。まあスポーツでもね、こういう風にやったら結果が出やすいよってコーチに言われたことをそのままやったら結果が出やすくって、甲子園ですよ、インターハイですよ、優勝ですよ。自分のオリジナルなやり方、いや自分は自分なりのやり方でやるんですみたいなことを言って、指導者のことをね全然聞かないとどうなったかっていうと、もうねレギュラーにもなれずに退場ですよね。一部のド天才は違いますけどね。でも天才であればあるほど基本に忠実だったんじゃないかなと思いますし、まずは教わった通りに再現する能力が高かったんじゃないかなと思うんですよ。なんか自分なりの考え方とかオリジナルとかを持ち出した瞬間にもう終わっていくんだろうなと思いましたね。だから結局何者にもなってない人間が、自分をね何者かになったようなね、何様なかなのか勘違いして自分なりのやり方メソッドとか言い出すから終わっていくんでしょうね、きっと。あれじゃないですかね、まるで同じようにやればいいんじゃないですかね。まあ、そういう意味で言うと、別に吉谷さんのねドリームアカデミアを買って全く同じように喋って、同じようにホワイトボード書いて、同じようにスクリーンショット作って、同じようにサムネイル作ったら、これはもう同じような結果が出るんじゃないですかね。まあちょっとだけ価格を下げるといいと思いますよ。吉谷さんがやってるものを、まあ全部じゃなくていいんですけども、ワンセクションだけ丸パクリして、その分だけ価格を安分してね、で3万9800円とかって出したら、これ売れるんじゃないですか。でそういったものを売れるなと思ったら、別のセクションでも作っていって、商品の数増やしていって、でしかもその商品の根元の商品が欲しい方はドリームアカデミア120万ですと、でバックを2割くださいみたいな交渉を吉谷さんにすればいいと思うんですよ。24万ね、ドリアカが売れたら24万くださいみたいなね。そしたらサポートすらいらないみたいな、ね、だからこれ情報泥棒っていうね。まあでも世の中情報泥棒ばっかりで、なんていうんですかね、 YouTube で誰かがなんていうかな、なんかなんとかが池早を救いたいみたいな動画を作ったら、他の人も池早を救いたいとか言ってね、なんか仮想通貨かなんかがあったんでしょ、なんか煽るだけ煽って多くの人に買わせといて、なんか40億分の1に暴落とかね、冗談かみたいな、どうやったら40分の1になるんだみたいな、40億円が1円になるってことですよ。まあ何分の1か知らないですけどね。だからもうとにかく情報ってのはパクられパクられパクられしてるわけですよ。朝日新聞とか毎日新聞ですら、この記事ってのはどっかの情報をパクってきて自分なりの記事のセンスで書いてるってだけですからね。しかもその新聞をワイドショーとかでは取り上げて、今日の朝日新聞ですとか言ってるわけですよ。誰もオリジナルの情報を持ってないわけですよ。でコメンテーターもなんか他のコメンテーターが言ったことを真似してね、いやコロナは怖いですね、ワクチンがどうなんですかね、196人死んでますねですかね、どっかで聞いたことそのまま言ってるだけ、うん、まあだからね、情報泥棒だらけですよ。でもね、すごくいいのはこの情報ってのは一部のものを除いて、情報ってものは自分が受け取った瞬間もう自分のものなんですよ。だから言語とかね、数式とかね、小説の一文とか、いろんなものが転用できるということでございます。名言も転用できるし、人を励ます言葉も転用できるし、バカ野郎この野郎みたいなね、人をけなす言葉も誰が使っても、おい兄ちゃん著作権払ってもらえば困りまんなとか言われないわけですよ。万田銀次郎ですら困りますなとか言わないわけですよね、うん、方でっかとかね言わないわけですよね。ちなみに方言ってパクったら怒られるんですかね。まあそんなこともありますけどもね、まあ最速で情報素材を作る方法ってありますけども、ほとんどの人がオリジナルを捨てればね、いくらでもできるってことじゃないですか。だって 1たす1は2ってね、誰もパクっちゃダメですってことになったら、どうやって計算するんですかとかね、なっちゃいますからね。
まあ、一部その権利がかけられているものに関してはちょっと慎重に扱わなければなりませんけども、まあ、基本的に私のものもそうなんですけどね、情報っていうのを受け取った瞬間にあなたのものなんで、そっから利益を生み出していけばいいんじゃないですか。吉谷さんのね、再生数見てくださいよ。私の再生数、要するに吉谷さんの情報、私からの情報、すごい価値があると思ったのはあなただけと。で、情報にタッチしてない人にあなたが横投げすれば、利益は今度あなたの元に行くってことですからね。ということで、みんなの銀行アプリダウンロードしました。みんなの銀行、吉谷さん、みんなの銀行アプリダウンロードしました。ダウンロードして紹介コードね、つけといて、タイトルにつけておきますんで、これ入れてくださいね。ダウンロードした後にプロフィールを打つときに免許証番号と紹介コードですよ。そうすると1000円入ります。1000円をまたがないことですよ。1000円すら商品作らないと、390円の商品作らないと、何個か売れないといかない金額ですよ。今回誰にも売らなくても1000円入るわけですから、これやってくださいよ、ね、よろしくお願いします。そしてね、次の億万長者合宿のリーデンの中にたまにこのみんなの銀行の情報を入れていきましょう。ということで、いってらっしゃい。